미안해. 아, 頭 아파. 아. 疲れ. 何するんすかもう。おい、ゆうべのこと絶対社長に内緒だぞ。いやもう言いませんよ。ユナさんの涙に負けたのバレたらこっちがクビなんですから。僕カカシですし。カカシ？なんだそれ。おや？え、どうしちゃったんです？疲れ。あいつ、もう元気になったのか？韓国ではおかゆに高麗人参入れるんですね。おいしくいただきました。おかげで風邪もすっかり。違います。サボテン変わると不便です。枯れたら大変だから、たまに栄養あげます。それだけです。ああ、そうですか。まずいです。でも飲んだんでしょ。ズイマです。業界語言わない方がいいですよ。ズイマ、ズイマ言わないから今。それ分かってるね、ズイマ。なんか近いぞ。近い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 な。近いです。やっとターゲットに接触か。緊張してる。かわいい。すごい怪我。お兄さん何してる人？ああ、あの、強いて言えば、あの、星を追って。星を追う？うん。違いますよ。違うって。いや違うよ。何言ってんの。違う、全然違いますから。違いますよ。あ、だから言ってんでしょうが、星っていうのは夜空の星。俺の仕事は天体観測ではもうないけど。本当か。本当に本当。警察じゃない。ただし客でもない。君に会いたくて来た。ちょっと、カシオペアっていうのはカフ、シェダル、ツイ、とにかく5つの星からなってる。その W 型の両辺を延長した点と W の真ん中の星を結んだ線を5倍したところに北極星がある。つまり北極星を探すこともできる星座だ。でもここで大事なのは、その延長線上に北斗七星があるってこと。つまりカシオペアと北斗七星は北極星を介してお互いを探し合える星座なんだ。何が言いたい。北斗七星が君を探してる。会いたがってるんだ、すごく。それを身につけてるってことは、君もまだ彼女のこと好きなんだろ。一度でいい、会ってやってほしい。あんた誰？俺は彼女のボディーガード。ボディーガード。そっか、スターだもんな。おい、これが答えだ。そう伝えてくれ。見えないんだよな。これが태성？많이 컸구나.
尊、どこにいますか？会いたいです。実は今日会ってきました。え？会うには会ったんですが、彼は会いたくないと言ってました。もしかしたら手の届かないところに行ってしまった恋人に遠慮しているのかもしれません。だから。恋人？私がテソンの恋人？違うんですか？違います。テソンは私の弟です。え？20年前別れた弟です。弟？別れる時私が作りました。どこへ行っても探し合うと。でさあ、こうちゃちゃじゃけバンドシさんは写真週刊誌に面白おかしく書かれても僕と姿勢を見れば自分が探してるの分かってくれるって、自分が姉だということを知ってくれるって懲りもせず出かけていったよ。お姉さんの気持ち分かってやってくれ。一度でいい、会ってやってくれよ。何度捨てても俺が必ず探し出す。一度でいい、彼女に会ってあげてくれ。頼むよ。いよいよご対面かな。最新持ちだったわよね。今仕事なくなったら困るわよね。車回してきます。来てないのか。맞지, 그치? 정말 이렇게 컸네. 보고 싶었어.
지금까지 어떻게 지냈어? 지금은 어디서 뭐하고 지내? 나 같은 거 이제 잊어. 어? 우리 이제 남이야. 사는 세계가 다르다고. 그러니까 이제 나 좀 내버려둬. 태성아.